芋瀬山、または芋瀬の山は、日本の山の名前。全国各地の川を挟んで相対する一体の山を、男女に例え、それぞれ芋山と瀬山、兄山、勢いのおさ山と命名し、その総称を指すことが多い。特に、木の川の両岸にある妹瀬山は、歌枕として、万葉集、古今和歌集などに歌われるため、知名度が高い。 和歌山県北東部の木の川中流部沿岸にある二つの丘の総称。南岸の丘を芋山、北岸の丘を瀬山と言い,い、共に桂木町に属する。川に沿って旧南海道が通り、古くから旅人に親しまれ、大化二年に瀬山が機内の南限と定められた。また、通説では、歌枕としての芋瀬山がこの妹瀬山を指すものだとみなされる。 瀬の山に直に向き減る。妹の山ごと許せやも打ち橋渡す。万葉集妹に恋日我が子へ行けば、瀬の山の妹に恋日ずてあるがともしさ。万葉集人ならば、母の最愛こそ朝もよし木の川の変の妹と瀬の山。万葉集若浦の妹瀬山若山県若山市の若浦には、芋瀬山という小さな島があり、三段橋がかけられる。 奈良県中部の吉野町城市の東方にある二つの山の総称。吉野川を挟んで相対する孤立丘陵で、北岸の山は芋山、南岸の山は瀬山である。芋山は前山が国の天然記念物の鶴万漁など、団地性植物に覆われ、山麓には大名持神社が鎮座する。また、浄瑠璃、歌舞伎の芋瀬山婦女帝金で知られている。 高知県宿毛市から西南へ2 4トル、離れた海洋上の沖の島の中央にある島の最高峰、標高4 0 4 1ル。混着物語に妹兄の島とあり、昔、この島に漂着した幼い兄弟が農耕をしながら、生きながらへ、やがて夫婦になったという伝説が三名の由来と言われている。宿毛市の片島港から沖の島の母島港へ、 定期便があり、上陸志向から約1時間40分登ると一等三角点の、ある、展望の効かない山頂に着く。ABC 小項目辞典、デジタル大辞典、歌舞伎、上ルリゲ大読み方辞典、ブリタニカ国際大百科次点、芋瀬山とは、コトバンク、2021年4月22日閲覧。AB 村瀬のりオ、万葉集の瀬山、 芋山吉野の芋山、瀬山をめぐって、文学、芸術、文化18、1から15、AB、万葉の里芋山、瀬山、桂木町公式サイト、2021年4月22日閲覧、芋瀬山、三段鏡、www.guruwaka.com、2021年4月22日閲覧、 芋山樹草吉野町公式ホームページ www.town.yoshin.nara.jp o 2021年4月22日閲覧山戸警国社四国百名山2000年9月10日発行69ページありがとうございます